皆さんもご覧になったことありますかね、黒ポスターね、ロゴなんかも変わったりしちゃったりしてね、これびっくりでございますけれども、こんな方も取材しました。サラリーマン長谷川茂さん、電車に乗る前にですね、ちょっとツイートをしようということで公衆電話に駆け込みます。ポストダイヤルでございます。もしもし、はい、ごめんなさいね、大至急 ね、 はい、ね、ツイートをしたいんですけどね。ポストすみません、もうツイートではなくて名前が変わりまして、今後はポストと呼ぶようにしてください。ポストね、はい、ありがとうございます。じゃあポストお願いしますね、はい、文言はね、あと2分で電車来る、はい、これに遅れたら嫁激怒不可避、これでね、ポストお願いしたいんですけどね。承知がありました。あと2分で電車が来る。これに遅れたら嫁激怒不可避。今日のね、ナイター、巨人戦のね、ナイターの試合結果もね、これね、リツイートをね、したいんですよ。申し訳ございませんがね、そちらもリツイートではなくてですね、今後はリポストと呼ぶようにお願いいたします。はぁ、リポストね、はい、じゃあね、これね、リポスト、巨人戦の結果お願いしますよ、はい、リポストも受けたまりました。なんかこう、もうね、ツイートにいいじゃないのって思うんだけどね。不便ですか？いや、まあ不便だよね、こうね、今までずーっと使ったことだからね、なんかちょっとね、やっぱ変わっちゃうとね、最近ではツイッターの名称変更に乗じた事件も起きる恐れがあるということでして、そこで警戒を呼びかけようということで、このようにして警察官がですね、注意喚起のポスターを貼って回ってるというわけなんです。で、このポスターには電電職員がアカウントを高値で買いますと訪問したり、あなたのアカウント ID を変更するよう要請があると言って現金をせしめたりすることは一切ないというふうにあります。警察によりますとですね、その詐欺事件の仕組みはまあこういうことなんですけれども、ある日突然ですね、電電公団の職員を名乗る男が家にやってきてですね、あなたのアカウント ID を買い取りたいと、まあ、こういうふうに言うわけです。で、主婦はですね、私の ID はうんちスプラッシュなのに本当に買い取りたいのかしらと、まあ、疑問に思ったそうなんですけれども、200万円で買い取ると言われてしまってですね、まあ、うっかり契約書にサインをしてしまったと。で、手付金として50万円を騙し取られてしまったということなんだそうです。